よし、汚ねえし。不細工じゃねえか。クソが。まあ、殺しはしねえから安心しろよ。何も知らないってのは、お前を殺して死体を周りに送りつけ、陰謀を明るみに出す。祖父祖母の命はないだろうな。だが、お前の言う秘策とやらが本物なら、切り刻むのを少し待ってもいい。俺はどちらでも構わない。寛大なお言葉に感謝いたします。 にらむのをやめてくれないか。村じゃない。長子村だ。お前が皆殺しにした村の名前だろ。覚えておけ、クソヒゲ。ああ、俺だって避けたかったさ。だが、お前モテねえだろ。勝手に人の気持ちを分かった気になるなよ。わかるさ。モテたことくらいある。ああ、そうかい。 なんだよ、もう。またかよ。俺の可愛い部下たちはどうした。まさか殺したのか。かわいそうに。エド、必死だな、ひげづら野郎。お前はおとなしく読書する以外なかったのに。おい、返事しろよ。 失礼なやつだな。俺のホテル、これ？何か不満でもあるのか？